ご視聴のご縁を賜りありがとうございます。生産所塾です。今回は毛筆を書いていきます。それでは生産さん、今回も張り切ってお願いします。はい、皆さんこんにちは。本日も生産所塾をご視聴の皆様と共に、私が、望んでおります、書輪の、5月号の解消の課題に、望んでいきたいと思います。今回の課題は、ここに書いてありますね、草長くツバメ小もも飛ぶ、草長くツバメ小もも飛ぶ。意味というのは、草は茂ってツバメは飛び交うという意味ですね。これは、ツバメが飛び交うというのを小もも飛ぶ、小もも飛ぶというふうに表現するんですね。これ大変勉強になりました。留意点といたしまして、文字の大きさと配置に留意し、全体のバランスを整えましょうと書き添えてあります。そうですね、こちらいつも言ってますけれども、このままのバランスで書いてしまうと名前を書くところがなくなってしまいますので、実際はこの2つはしっかりギュッと幅を寄せて、ここにしっかりと段丘と名前を書けるように、余白を取るように調整してみてください。それでは、実際に入る前に一つ、今回質問をいただいております。ご質問ですね、コメントを。これはユーザー ID 様となってますね。ユーザー ID さん、こんにちは。コメントというのが、相変わらず美しい、私は女という字が下手くそなんですよね。どうしてもバランスが悪くなってしまいます、ということでいただいております。美しいと言っていただいてありがとうございます。これはきっとショート動画の方ですね、ボールペン字の方の、コメントでいただいております。ではこの場を借りて、女という字をの書き方をちょっと見ていきたいと思います。ちょっとこちらを失礼して、こちらですね。女という字、確かに難しいですよね。ちょっとこちらの方で書いていきたいと思います。こちらのこの線を中心線に見立てて、中心を取って書いてみましょう。女という字は少し打ち込んだ方がいいですね。打ち込んで左の方に、そしてそのまま右の方にしっかりと、ここで踏ん張るように少し長めに、そしてここの間はあまり広くせずに、左の方に、そしてこちらで字の幅を取ります。さあ、いかがでしょうか。書くと簡単なんですけれども、いくつかポイントがあります。まずここが長いですね。ここが長い。そしてこちらの方はほんの少し、角が2つ出ないようにしましょう。1つの角は隠しましょうなんてこう冗談で言いますけれども、角が2つ出るというのはどういうことかと言いますと、こういうような角が2つとも生えたような書き方をされる場合がありますね。あとここがちょっと太ってしまう。こういうふうに書くよりかは、角は少しだけ、一つは伸び伸びと書きますけれども、もう一つは少しだけ出すように、そしてここの体の部分は、これはもうあんまり広くならないように、少し縦長になるように書かれるといいように思います。またこちらの方でしっかりと踏ん張るように書くといいですね。以上の点を踏まえてちょっと書いてみましょう。ちょっと極端に書いてみますね。今度はやはりしっかりとこの打ち込みを、もう合わさるぐらい、近づくぐらい書く方法もあります。そして右側に、さあ、これでどうでしょう。しっかりと出して、ここは少しだけ
そしてここもちょっと狭めて、そして右の方を少し下げて踏ん張るように書く。この書き方でいかがでしょうか。女という字がいろんな組み合わせで出てくるんですけれど、参考までに一つお伝えしますね。例えば接骨院の接という字、ちょっと書いてみますね。ここにも女という字が隠れています。さあ、ここまで書きました。ここに女という字がありますけれども、先ほど単体で書くときにはこちらの角がしっかり一個は出てましたね。ですけれども、こういうふうに書く、上に物があるときには角は出さずに、わかりますか。こちらの頭の方、ここを見てください。ここが先ほどののはたっぷり出てましたけど、少しだけ、その分この足を長くしてるんですね。同様にいきますね。ここをこうして、はい、これちょっと形悪くなりました。ですけれども、ここを長くする、そして頭の方はほとんど出さなくする。ちょっとこれもう一度書きますね。途中で途切れてしまったので、形がちょっと悪くなってしまいました。出すというの、分かりやすいのでこの漢字を使って、他の文字も一緒です。こう頭も少しつけて、足を長く、同様に、さあこれでいかがでしょうか。バランスがいいんじゃないでしょうか。間違えてないか間違えてないこういうふうに書きますね。頭のこの角が短くなってます。ただこれがじゃあ辺のスクリーンになるとき、女辺になるとき、もう一度見てみましょう。女辺というのは、女辺になるときは、はい、こうなりますね。もう頭たっぷりで、その分横を長くで、ここの足をあんまり長くしてしまうと右のスクリーンにぶつかるので、ここでは止めてます。その分頭を伸び伸びと。そして例えば柔らかく、女という字を書く。このように同じ女という字でも、変や変になるの、女変になるのか、もしくはこの下に来るのかで、長くなる場所が変わるというのを、意識して書かれると、文字というのがぐんと引き締まって美しくなるように思います。先ほどのユーザーの、ユーザー名さん、これでいかがでしょうか。少しでも参考になれば嬉しく思います。それでは、実際の毛筆の方に入っていきたいと思います。こんぐらい。さあ、まずこの草というところ、草というところは少しだけ右上がりにした方がいいですね。ここは少しだけ右上がりに。次に草というのは、上の方が長くて、下の方は少しだけ出すように気をつけるといいように思います。次にこの長いという字、大変もうくせ者ですね。これはもう本当に少しだけ左から打ち込むんですけれども、実際はもうこの真下に線が続くように、わかりますか。これはまっすぐなんですね。まっすぐな線で真下からでいいんだけれども、打ち込みだけ左にして、この真下に続くように書かれるといいでしょう。これを極端にこの左の方にずらして書かれると、かえって膨らみすぎた、間延びしたいような感じになります。こちらも非常に難しいですよね。ただこちらの口の方がどうしても周りからの圧迫感で小さくなりがちなんですけれども、
気持ち大きめに書くように意識されるとバランスが整うように思います。こちらの天は劣化のところはこうやって下が丸くなるように、ここは右上がりになるように書かれるといいでしょう。次にこの交わるという項数の項ですね、項目ですけれども、ここを見てください。ここを開けるのがいいですね。開けて右上がりになってる分ここが入って、その分下の方に踏ん張る、ここを踏ん張るように。こちらも同様に右下がりになってここで踏ん張る、このバランスとても難しいですけれども頑張っていきたいと思います。次にこの飛ぶという字は、これは書き順が問題ですね。こちらを書いてチョンチョンとしたらどこから書き始めるのか、こちら真ん中からですね、真ん中、ここをしっかりと長くたっぷりと取って1、2、そして右上がりに、こちらと平行に右上がりに書いて横にずらしてチョンチョンとされるといいでしょう。では今の点を注意して実際に書いていきたいと思います。ちょっと初見なのでこのお手本のように書けるかは自信ありませんが頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ草かむり、草かむりはこう縦そして横、このままちょっと上の方からちょっとこれにじみました、つくぐらい、ここで字の幅を取ります。細く長く真ん中で、あんまり尖りすぎないように、くーちゃんの字、これで字の幅を長く、この真下なんだけれども打ち込みだけちょっと左に、そしてここが上がるように、ちょっと大きいちょっと大きいですね。口を大きく、ここだけ少し下げる。さあ、これはもう書き直そうかな書
き直しますか。いいですかね。ちょっとお待ちくださいね。これあんまりひどいですよね。もう一回書き直しますのでね、皆さんね、もう一回最初からいきましょう。まあ、ここが一直線になるように上から。よし。あんまし横に広くならないよ。しっかりと止める。中に。ちょっと大きくなる癖があるので、しっかりと、あんまり大きくなりすぎないように、この真下ですけれども、ちょっと左の方から打ち込んで真下に持って、ここちょっと右上がり、ここがちょっと上がる。また草かむりが出ました。一直線上から、これどうかな。さあ、この交わるという字も難しい。これはもうお手本の先生がお上手だからこんな見えますけど、これを横に置いて書くっていうのは非常に難しい。結構右上がり、そしてスケールブレ、少し上げて、上の方に、こちらはしっかりと下げて、下げてバランスを取りましょう。ちょっと太りましたかね。ちょっと太りました。さあ、飛ぶという字も難しい字ですね。
画面から思い切って右上がりにしていきましょう。しっかりとくびれを作ってちょんちょん、ここでこれを気持ち長めに長めに横から横にちょっと浮くぐらい、ここから右上がり、そして少し内側に寄せて横の方に、少し上の方より広めに、ここ広めに、線が太かったですね。はい、それではちょっと一通り書いてみましたけれども、総括の反省を入れていきたいと思います。まずこちらを隣に置いてみて、まずちょっとこれがいかつくなりすぎましたね。ここはこれぐらいかな。そして上を太く、細く、わかりますかね、太くしてちょっと細めに、ちょっと太くてこっちが細くなるように、線を作った方が上品ですね。あとはこちらはいかがでしょう。こちらのこの口ももう少し扁平でも良かったかもしれないですね。もう少し扁平に潰してもいいような気がします。次に、はい、これはですね、ちょっとここが広すぎましたね。もう少しここぐらいでいかがでしょう。ここぐらいで良かったですね。次に飛ぶも、ちょっと飛ぶ大きかったです。大きいし線が太いですね。太かったです。これも太い、細い線で描かれた方がいいですね。字の形はそんなに悪くないと思いますけれども、やっぱりここが同じぐらい開くぐらいにした方がいいですね。明るさが潰れてしまっています。この点がちょっと反省が多かったですね。次回は聖書はちょっと次回にして、今回はこの反省で終えたいと思います。本日は、女という字のボールペンの書き方のご質問もいただきました。これからもちょっとご質問と、ボールペン字のご質問ともあれば、この場を借りて書き方の練習などしてみたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。私も女という字が苦手です。もっといい女になりたい。いや、いい女という文字が書けるように頑張ります。ああ、リクエストのある方やチャンネル登録もお願いします。